はい、おはようございます。おはようございま す,、はい、おはようございます。今日はですね、枝枯れした心拍をどう良くするかという動画なんですけど、先日あの所沢の巨匠の加古宮さんのところに来まして、人社作りっていうのを勉強してきたんですけど、それを今日やってみようと。でこれはですね、大宮の商品防災会の会長さん、ベテランの方で、90何歳ということで、川越の方にも所属している方なんですけど、すごくこの人と車輪の作りが素晴らしいんですけど、やたらこう枝もね結構追い込んで作る方なんですね。で実はこれが1本やばいな、これ実は最初から結構厳しいなと思ってたんですけど、まあこう一つあればね、文人は前よくその文人の究極は枝3本って言いましたけど、心拍はね枝1本あればできるって言われてるんですね。だから多分こういうのもどっちか1本としちゃうと思うんです。ということでこれを1本期待してたんですけど、今日来たらですねちょっと傷んでて、実はここではねあんまりねショックじゃなかったんです。実はこれで作ればいいやと思ったんですけど、ここがちょっと傷んだっていうのは結構ショックで、ただ下の方のこの枝とかここはまだ生きてるんで、まあこれ取っちゃってもいいんですけど、とりあえずまあこういう時はあんまり いじらないで作っていくということで、今日はこの枯れた枝ですね、これの陣作りというのをやっていこうと。でこれは将来元気になるだろうというのを期待して、まあ、作ったのが無駄になるかもしれませんけど、はい、一応陣を作っていこうと。その木をやるんですか？今日はこれをやろうと思ってます。はい、はい、ということですね。あ、それで、ね、ちょっと豆知識だ。これ一箇所枯れてると思うんですけど、心拍ってね、こういう枯れ方するんですね。一箇所ポコンと、あるいはこの枝がポコンと枯れたりして、御用だとか図書だとかっていうの、それがね、どん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 じわ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 枯れていったりすることがあって、要はもともと元気のない木が、こうだんだんに枝枯れしていくと。で心拍の場合は、結構一本枯れてもですね、そこで止まることが多いです。だこういうのはね、もう取っちゃえばいいという話なんで、これはほら、そしたらもう何もなかったからね、はい、ということで、心拍の場合はそれがポコッと枯れるんですけど、枯れませんから安心してくださいということですね。とりあえずこの時期ですね、6月は結構もう皮がむきやすいということで、もう瀕死状態ですので、もう今から諦めてですね、これ全部陣にしちゃうと。あんまり細いのは陣にはなりませんから、これぐらいまでかな、これぐらいの太さまでですかね。これを皮を剥いて、とりあえず陣だけでもね、いいものを作っとこうと。それ削って終わっちゃうんじゃない？削って終わっちゃう。削って本当はね、これ作りたかったんですけど。まあ、そうです。そうですよね。あまりいじんない方が良さそう。いじんない方が本当はそうなんですよね。ちょっと、枯れてもですね、こうバツッと短く切らないで陣作るよっていうことを想定するというようなことを少し、まあこれもいいですね、もう取っちゃいますね。枯れても生かし方があると。そうですね、枯れても生かすということですね。じゃあちょっと皮むいていきますかね。ちょっとこういうとこむいていっちゃう、こうむきやすいですね、ビヨーッと。まあそうか、そこまだ生きてましたもんね。生きてたんですよね。だからむくんだったらもう思い切って今の時期にやっちゃった方がいい。これはあんまりこう、ここが生きてるところですからね、水水大事なところなんで、はい、ここはちょっとこう切れ目で入れといた方がいいかもしれないですね。それ以上いかないように、それ以上中に入らないようにですね。はい、でちょっと皮を剥いていっちゃいましょう。とやっとこうとかラジオペンチで剥いた方が、この時期は早いです。はい、ただ自然味をつけるんであれば彫刻刀の方がそれらしく見えると。こういうのが危ないんですね、こういうのがね、こういうのが下で止まってくれないと。ここが、これとここが向き終わりました。あとは、こことここですね。で、ここも、それ以上いかないように引き込みを入れといて、あとここですね、ここは結構勝負ですね。ここら辺からね、ここら辺からこうやっといて、形は多分相当変わると思います、最初とは。で、加古宮さんはあんまり木固め材とかやらないって言ってましたね。柔らかいのが柔らかいまんま。さあ、あとはいよいよ上ですね。ちょっと危険なんで、ここら辺から行きますか。枯れても諦めるな、ね、安心してください、吐きますよってやつですね。よくわかって吐きますよみたいな、吐いてますよみたいなね、生きますよみたいなやつですね。パンツってやつですね。よくわかってもう終わっちゃいますね。安心してると、ね、え5分ぐらいじゃないですか、まだ。まだ、え5分ぐらい、え動画の尺として5分ぐらいだと思いますよ。いつも30分の動画とか上げてますよ、今。そう
そうね、それも編集して編集して30分だから、編集して編集して30分ですけど、今日5分ぐらいですよ、ね、多分。そうか、だって皮むくだけですもんね。でもう終わっちゃったってことですね。終わっちゃいました。終わっちゃいましたね。とりあえず銃を作ったっていうことで、これで針金かけると、針金かけると、これとこれだけ針金かけて、ちょっと頭取りましょうか、はい、とりあえず形しましょうかね、動画ですからね。これを、えい、これ買った時からこんな感じだったんですね。そうそうそう、ちょっとやばい感じだったですね。で他のが元気になったんですよ、逆に。逆にね、逆に最初はもっと、いや、みんな結構危険な状態だったですね。で買う時はよく足元とか見て、まあ、そうですね、これ面白いなと思って。すごいんですよ、屋上にあるんですよ、うん、棚場が。びっくりしましたね。階段で行くんですよ、こうやって。はしごね、棚場が、はしご、はしご、はしご、階段じゃない。階段じゃ普通だなと思って。階段じゃない、はしご、はしご。いきなりびっくりしましたね、そう。なんかさ、雨降ってたんですよ、その時。危ない。危ない、だから傘も、ま、持ってない。97歳。97歳。すごいな。カッパ着て、あれですからね、びっくりしましたね。これ、上上げますね。一応ちょっと、盆栽動画なんで。これをこっちに持ってきたんですね、はい、この時期だから柔らかいですもんね。そうですね、うん、取りますか、上をいじっちゃいけないって言いながらも、いじっちゃいけない動画的には。とりあえずここが元気なんで、多分ね、もうここら辺枯れます、はい、はい、それ分かってるんで取ります。これも、でも枝下げたいんですよね。ここはね、そうなんです。ここからこうギュッと下げたいんですね。そうですよね。で、本当はこの辺頭にして、これ差し枝にして、これ裏枝にするつもりだったんですけど、伸ばしてね。伸ばして、ところがどっこいですよね。頭がなくなりました。頭がなくなったんで。はい。こんなとこかな。寂しい。寂しい。寂しいですね。衣替えしたのみたいな。そうですね、衣替えでね、新しいのちょんってつけたみたいな。つけたなって。こんな感じかな。とりあえずここら辺正面にして、まあ将来充実してくれば、ここら辺が頭ができてきて、これがね、挿し枝になって、この辺で裏枝とか、この辺の枝ができれば元気つけなきゃいけないってことですね。はい。はい、ちょっとね、枯れそうな枝、私どうするかっていうとね、やっぱ霧吹きで水をいっぱいあげます。要は枯れるって葉っぱが乾くから枯れるわけじゃないですか。だから乾かさなきゃ枯れないわけですよ。かなりめちゃくちゃですけど乾かさなきゃ枯れないんだと、うん、で実際冬なんかですと霧吹きをして袋なんかかぶせて湿気を保たせて復活させるってやり方したりします。あります、あります。でこの時期だとね、蒸れちゃうんですね。だけどやっぱり葉がね、よく心拍でやっぱこう危ないなって言った時に霧吹きをして袋をかけて、まあ当然ちょっと通気性が良くなきゃいけないんで、切ったりなんかしてそうやって養生する場合がありますので。とりあえずこれについては、じゃあこう家の方に持ち帰ってですね、毎日霧吹きして、でまた何年後かこの木がどうなってるかっていうのを、復活してるかダメだったかを見てみたいなということですね。ということで今日はショート動画。そうですね、これも実は元気がなかったんですけど、すでにこの辺はもう枯れてましたし、はい、これもこの辺は枯れてたですね、うん、ここはね多分わずかに残ってたと思います、はい、でもまあこれはここから上が全部陣になりますから、まあ、枯れちゃっていいんですけど、これだけで作ると、うん、いうことなんで、まあやっぱりその購入するときに下だけで作るよという構想のもとに買ったということですね。で今こう元気出ましたから、ちょっと杉っぱになったり枝の伸びてますけど、すっかり元気になったということですね、はい、これね。でいうことで、何でしたっけ、これを作っていくこれで作れますよということですね。もともとこういう状態で買っても、その先どういうふうに作っていくかっていうことが分かってるから買える、はいはい、ああそうですね、そういうことですね。ちなみにどうやって作るんですか、これは。これね、これね、これはやっぱり正面面白いのはやっぱりこっちだと思うんで、はい、まあ将来どっちか一本になっちゃうかもしれないんですけど、この枝とこの枝をやっぱり寄せなきゃいけないですよね、うん、この枝をぐーっと寄せてくるというふうに作っていくようになると思うんですね。結構背の高い、背の高いですね。そうですね、うん、だからちっちゃく作ろうとするとこれ一本だから、これ曲げていって、流れとしてはこっち流れに作っていきたいんで、
これを差し枝みたいに作って、これをだからちょっと今この時期なんでね、どこまで無理できるかってあるんですけど、まあねじんなきゃいいんでグッと曲げてみますか、これじゃあ。やるんですか。いやじゃあこれ別の機械にしましょうか。別の機械で、はい、これも枝をこう下げていくって感じですかね。そうですね、これはねこの辺が面白いんですね。だからやっぱり正面どうしたってこの辺を見せるところで、やっぱりこれが頭だったんですけど枯れちゃったんで、これを前にぐーっと持ってかなきゃいけないですね。これ幹はもう硬いんでね、どこまで寄るかっていうのはありますけど、この下ぐらいにあるといいんですか、ね、そう、これがね、この下に入ってきて、だからこの陣を逆に上げてあげてですね、これでも面白いですね、作ったら ねそういうことを想定してってことですね。で実際自分で枯らした方も、はい、枯れてこういう状態で売ってても、まあ、その先の形が見えてれば、そうですね、作ることができるってことですね。これね、もう一つ、いいか、今、水水が2本あるんですね、こっちとこっちとね、はい、でここは別の水水なんで、将来はさっき言った どれか1本、もしかしてこれがそっちの頭に入ってきて、そしたらこっちを取っちゃうかもしれないですね。そうすれば、水水が1本にできるってことですね。板引きがですね、作れるってことですね。これがこの下に入ればって言いましたけど、この枝がまたさらにこっちに入ってきたら、もっとちっちゃくなりますからね。それもできますよね。できますね。そうするとこれはね、水水がこっちの方がいいんですね。この水水ですから、この水水がこう上がってきてるんで、できればこれ1本で作りたいですね、将来。これはね、これの水水はこれ裏いちゃってるんですね。で隠れちゃってるから、こっち来ちゃってるから、なるほど、うん、水水が見えないんで、枝の出はもう見えないですね。枝が見えないです ね, ね、やるなら これですね。これを強引にやると、そっちにぐーっと持ってって、この下にもう豆を作る、上全部陣ですね。そっちの方が良さそうですね。うん、それは冬ならできますね。じゃあ冬にチャレンジしましょうか。ね、これね、じゃあとりあえずこれやっても意味ないですね。やるだけやってみますか。今からやるだから話が違うだとりあえずこれで、じゃあこれでとりあえずこれはまあこれで培養して、今日は枝が枯れてもなんとか作れるよと、はい、諦めるなで、作れますと、はい、安心してくださいということですね。だからこれは大事にしていくってことですね、はい、という動画でした。でこっちの回はちゃんとやりましょう、また、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。どうですか、盆栽教室の雰囲気なんか。いやもうここは最高ですよ。最高、本当に、うん、ね、楽園ですよね。大宮のオアシスって言ってもいいんじゃないですかね。オアシスですね。ほぼ皆勤賞ですもんね。皆勤賞ですね、うん、もうここに居場所があるって最高ですよ。なるほど。だから盆栽続けられてる。なるほどね、それ言えますね、うん、間違いない。ストレスがなくなってくるんでしょうかね。いややっぱりね、木触ってると、うん、もう頭の中真っ白ですよね。なんかそう、ね、うん、考えないというか、なんかね、余計なこと考え無になる。だから禅とかの、そういうことですね。ね、まさしく、うんうん、なんかそういう時間を、うん、なんか毎週持つことによって仕事もなんかできるような気がしますね。そうですね。そうですよね。うん、リフレッシュしてね。本当。生徒募集中と。そうですね。ここにでも当時のものはいませんと募集はしてるけど勝手に募集してる。確かに勝手に募集